よろしくお願いします。醤油クエスト2分切り抜けやっていきます。今日も平和に核交換ですね。まあ、ひたすら同じ戦法ばっかやってるんですけど、まあ、よく飽きずにやってますね、と。そう思ってますが。実際これ、私みたいなこの戦法をやって、いる人はいるんですかね。その核交換アイフリービー社みたいに。これでなんとか核のラインを確保したので、これは核から83地点を集中していけば勝てる説ですね。だって王手が点々になるんですよね。銀入ってこられても問題なスイングなんで、まあ王手ね、それと隅なんで銀取っていくかな。あ、逃げる。まあ同金だよね。同金で竜作って、まあ待っときゃ桂馬打ちましょう。まあ、銀ぶち込んで、まあ悪くないですね。竜で取れば勝ったね。まあ次は割り打ちが待ってますか。13からの、まあここはちょっとね、バレリーナしたので、この金ペタは特に意味はない。とりあえずペタッと貼っただけです。この銀打ちも特に意味はないですね。まああるか。これで金捕獲したんで、取る同玉だと厳しいから、同玉牛だったかな。まあ、いった。まあ、いけずめなんでね。得意値いけずめなんで。おー、こういうのがね、迷うんすわ。また回収しよう。ほうほうほう。まあ、まだ、全然大手かわかんないんでね、取っていきましょう。特に今が厳しいですね。もう勝ちか。特に見えてないんで、まあ取るか。駒いっぱいあるんでね。桂馬打って、これは銀打ちから次か。銀打ち横逃げ56金か。そうですね。お、こうですね。おめでとうございます。ありがとうございました。